こういう休みの日ね、まあ、マジックプレイするのもいいですけどね、見る楽しみっていうのも ね、 そうですね、ありますんで、僕もついついグランプリもうずっと放送見ちゃったりとか、はいはい、なんだかんだもうちょっと見始めると最後まで見ちゃうんですよね。うん、やっぱり一回見始めるとね、最後まで見届けたくなっちゃいますよね。そうですね、特にあのもうその日が最後だと、決勝戦まで。さあここでお互いの手札明らかになりましたが、全勝末良一選手、手札に土地が含まれていません。構成的にはトロンのような手札でした ね、 マスカドさんどうでしょう。フェッチが何枚か見える。土地がちょっと多めですけども、うん、デッキはマルドゥパイロマンサーですかね、うん、僕がかなり好きなマルパイ、そうですね、愛してやまない。そしてこのマッチアップはマルパイにとっては地獄と呼ばれているマッチアップではないかと。まあ、結構昨日もトロンはミッドレンジデッキにすごい強いっていう話もしていましたし、ね、対策を打ってもね、忘却石間に合ったりとかそういう話もされていましたが、うん、さあマスカドケンタ、このデイ2初日、まずはこの末良一の高い壁越えられるかどうか。どうでしょう、デイ2、まあ、デイ1の初戦、僕は結構トーナメントの初戦すごい緊張するんですけど、はい、僕も初日はすごい緊張します。デイ2は、デイ2は全然大丈夫です時間が経っていけば全然緊張しなくなるんですけど、やっぱ初日はなんか毎回緊張しちゃいますね。なるほどなるほど。最近結構知り合いでも統計取ってたら、はい、人見知り度が多いほど初日緊張するらしいですよ。ああそれはその通りかもしれないです確かに人見知りです、はい、僕もそうですああなるほどなるほど。でデイ2はもう見知った顔しかいないから気が楽になるらしいです、ね、あそれは確かにあるかもしれないですね。まあ、今回もね長丁場のトーナメントになっていますので、結構ね上位陣とか、まあ、ロングゲームになるとデッキが ね、 そうですね、バレたりっていうのもあるんですが、まあ、とにかく注目度が高い前哨対決、末選手の、まあ、各選手からの、ね、注目もいろいろ受けていたのかなと思います。さあまずは森からのスタート、ここはデッキが擬態しているコジレ君、シモン、ここで明らかになりますが、すごいですね、森を戦術しまくってる。森の戦術がなんと手札に3枚、もうトロンはオーバーしているぐらいの。ここでね1枚捨ててちょうどいいぐらいそうです、ようやくぴったり次のターンの魔力炉から鉱山、そして塔と集めていきます。なのでマスカド選手としてはもう1枚手札破壊があるとトロンの整理と妨害できるので、うん、ただここ塔を地引き、いいですね、さあ津村さんの大嫌いな土地が揃いました昨日の放送、はい、だいぶそのトロンに対するヘイト値高かったんですけど、そうですね、ちょっともう最近対策カード本当に毎回毎回すられてトロンかわいそうだなと思ってたんですけど、やっぱりマジックオンラインで当たると、いや強いなこの時は本当にと、やっぱり滅んだ方がいいなと決意を新たにしましてもうこれから遠慮しないことにしましたまあいいデッキってことですよね。そういや強い、本当に強いです。本当これだけ対策されてもまだまだ、昨日もフィーチャー出てましたしね、はい、それぐらい強いデッキなので、いや本当にもう滅んだ方がいいなとで昨日の配信マッチでは1戦目にね、佐藤玲さんがこのトロンを使っていたんですが、タイタンシフトとのマッチアップでね、減衰球刺されて、はい、コンボデッキの減衰球がきついねっていうお話もありました。対抗策というところもね、あのデッキはやっぱりもうその減速させている間にしっかり相手を殺すことができるんで、うん、その辺がマルドゥパイロマンサーとは大きく違いますね。さあここで3枚目の森の戦術、プレイ自体は2枚目ですが、自然な形でグルザの塔を手に入れます。ここでもはや絶望のトロン完成です。いやそうなんですよ、本当にもう憎いこの土地が逆にいいなって思うことないんですか、トロン。トロンはないですね。ないないですそうか、もう何を出しててもクーッと思っちゃいますね。まあこのウルザのトロン関連はスタンダードの、ね、時代もありましたが、強かったですからね。もうね僕もいい年になったんで、はい、昔話の方もね、はい、だいぶ楽しくできるようになってたんですけどまあ頭悩まされましたね、この土地にはね。
まあでももうかなり前ですよね、旧版とかですからね、確か。だから2010年代でもない、2000年代、もっと前ですね、2006年とかそれぐらいじゃないですか、最後まであったのは。青トロンとか青赤トロンとか、そういったデッキも本当にスタンダードを彩った時期もありましたが、このモダンでもまだまだ現役、むしろトップティアに近い働きをしています。自分でトロン使う選択肢はないんですかっていう話来てますけど、いやもう全く惹かれないんですまあやっぱマナはやっぱ土地1枚につき、まあ多くて2かなと土地3枚から7も出したらちょっと恐縮してしまいますね。それ縛りプレイの話じゃないですよねもう自らに課せよういやトロンはちょっとやっぱね、あんまりアーキータイプとして、うん、ちょっと惹かれるものが個人的にはそんなに、まあ、ただそういうのが許されるのがモダンの環境ですよね。そうですね、本当に様々なプレイヤー、まあ、トッププロの方々も自分の手に馴染むデッキを使うっていうことを明言されてる方も多いですし、はい、いや本当にこうやって、まあ、トロンからもう最速を極めるようなデッキまでたくさんあるのがモダンのいいところなので、うん、やっぱり皆さんね、全部好きっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱりお気に入りの出来がある人が多いと思うので、うん、さあそんな中で須江選手はここで相手の動きを待っていますが、次のターンからのビッグアクションが確定しています。そしてマスカド選手もコジレックの審問で手裏を見ているので、カーンが振ってくることはまずは織り込み済みと。さっき見てたの確かウラモグですね。あ、ウラモグだけ見てて、うんうんうん、あとはもう知らない状態。ここでカーンが明らかになるということですね。もうなのでここはちょっとライフを詰めに行きましたね。ディスカードはまあおまけ程度なんですけど、うん、さっきはカーンを見てなかったんで、戦慄折も捨てて、うんうん、ライフを詰めていくプランを取りました。さあこのヤングパイロマンサー、若きグレンジ氏の攻撃があと何度通るのかということですね。まあ、ちょっと手札的に数で押される展開は一応止まらなそうではあるので、うん、この間にトークンを増やしていければ、ああしかししっかり、まあそうです、確かちょうどぴったりか、これでカーンの中精度が3なので生き残る、うん、素晴らしいですね。さあトップデックでもここでさらに身を探しに行ける1枚を引き当てました、うん、バリスタこれで完封ですかね。もう胸が締め付けられるような思いです。さあ我々のトラウマも呼び起こされるこの素晴らしい動き、これを止めるのがなかなかメインデッキでは不可能ということで、この電光石火デイ2初戦、まずは第1戦目全勝の末良一選手が取りました。まあ、ここまではね、まあまあそうですね、メインボードはうん、やっぱサイド5ですよね。今はちらっと見えたんですけど、はい、クロックが高いゴブリンのラブルマスター、うん、ゴブリンの何ですかね、先導者、先導者と、あとは血染めの月、うん、まあ、あの血染めの月さっきみたいなクロックだと裁かれちゃうんですけど、こいつがいれば非常にクロックが高いので、うん、まあ、相手を減速させてる間にこいつらで殴り切ることができれば、うん、一時期見なかったですけど今レガシーの方でも、いやそうですね、本当にやっぱ出されると思うんですけど、ね、こんなに早かったっけと驚くぐらいクロックがとんでもないんですよ ね戦親分と合わせてね、エイトラブルなんてね、そうなんですよ、いう名前もやっぱり似たようなカード2種類出るとデッキ、そうです、ね、閉まりますね。引きムラもなくなってきますし、うん、さあ軍勢の戦親分、こいつもなかなか化け物です。ラブルと比べるとちょっとだけ遅いんですけど、本当にちょっとだけなんで、うん、ほとんど変わらない性能といって差し支えないですね。そして緑タントロンサイドボードはウラモグちょっと触っていたようなんですが、枚数をねちょっといじってというところですかね、はい、最小限の枚数で収めていきます。そうですね、基本的にはミッドレンジ系のデッキは相性がいいので、あ、ゴブリンの先祖した、確かにほんまや熟練がついてる、熟練がつかないとね、あそこまでの技は極められない、まあ、言うてね、そのもう手下のゴブリン使ってる役柄ですからね、彼らね、やっぱ位上げていかないと、もう熟練していくとあれだけのパワーを、そうそう、
デッキ相性的にはサイドボードから大きく変わったりっていうのは見込めそうですか。サイド後はちょっとバルドゥーパイロマンさんも良くなるんですけど、メインがかなり絶望的で、一番ネックなのが1本目負けるから3本目が大体後手で始まるんですよ。確かにそれが一番ネックなんですよね。なるほどなるほど。血染めの月とか、溶鉄の雨とかサイドに入ってる場合があるんですけど、3本目後手なせいでやっぱそれが間に合わないっていうのが、まあ、典型的なランデスのジレンマみたいなところがあるんですね。なのでその前にワームコイルエンジンとかカーンが出てきてしまっていると、そもそもランデスしてる場合じゃないっていう状態に、軸を変えられてしまうと厳しいという話ですね。だ2本目は取れたとしてもやっぱり3本目をちゃんと勝ち切れるかが、そういえば昨日、ゲールファイターズ読んでた、僕初めて見ましたよ漫画読みながら徹夜の配信してる人いや、それ久しぶりに読んだら普通に面白くて、黒帯さん多分読んでらっしゃいましたね。読んでます読んでます。仕切り直しやとか言い出したらもううわー僕知らなくてなって何言ってんだこいつらみたいな、ね、もう名シーンですからねあの辺は、まあ、でもあの時代目視録でね赤の暴言壊さないといけない赤タンというすごいネビニダルの円盤とかもありましたけど ね、自分のネクロポーテンスもそれじゃないと流せないどんだけ不器用なんだよと、そんな話もね出ちゃうぐらいね、やはりこういうフォーマットはねおじさん心くすぐられますよ ね、やっぱ昔の色対策カードってもう豪快すぎて、漫画で使っていいんかなと思ってしまうようなものが多いですけど ね、まあ、ハレルヤさんにお越しいただければ当時の雑誌も全部残ってますんで、はい、ね、ぜひねお読みいただいてノスタルジーな気分にね浸っていただければと思いますが、でも今回ねその黒田さんとか、はい、その実際に当時デュエリストジャパンとかそういうのにもう最初期に乗ってたねプレイヤーもこのラストさんに参加してますよね。藤周さんとかもそうですね。懐かしいっすね、エイペックがある時代っすね。いやすごいですね本当にもう20年、その20年前の雑誌に乗ってた人が未だに現役でやってるってのは、いやそれだけ息長いゲームですし、本当にそれだけ続いてきたっていうこともありますよ ね、やっぱずっと面白いってのはすごいなと思いますけどね。途中でなんかやっぱセットは変わるけど内容変わんないなって全く思わせないところがいつまでも飽きない。今年新宿で25周年のマジック展あったじゃないですか。もう初日絶対人やばいだろうなと思って2日目行ったんですけど、めちゃくちゃ並びました結構大盛況でいつ行ってもダメだったみたいですね、人数はもう多すぎて。結構マジックプレイしたことないけど興味あるよっていうお友達がいたので何人かで行って、でデッキ展示があったんですよね。 ありましたね。そこでいろいろこのデッキってどういうのとかいうのを聞かれて、あの一丁目に知ってることを喋ってたら、なんか全然知らないおじさんたちが後ろについて一緒に聞くっていうお友達以外はファイヤーズはわかるけどモバとかよくわからん。なるほどなるほどなんだこのデッキはとか言って、こんなカードあったのかって、実は僕も確かに昔のコンボデッキそこまで知らなかったりするんですよね。結構ねいろいろ、まあ、コンボデッキ、まあ、5000っていう形でね、デッキの展示もありましたが、本当にそれもね懐かしいというか、当時を知る人からいくと懐かしいやら憎らしいやらみたいな、ね、ところもありましたね。いや展示会すごい良かったですよね、ぜひまたやってほしいなと思う企画でしたが、やっぱりいろんな見せ方やっぱりマジックってあるなと思っていて、原画ももちろんそうですし、新たな映像作品っていうのもありましたし、本当今までにないような形でしたよね。あとはねやっぱりプロツアーのフィーチャーエリアみたいなのでね、写真撮りましたよ、ね、入ってすぐのとこに入ってすぐ超恥ずかしいですねあれね。そんな中での2018年の総決算となっていますがラストさんです。今回出るとしたらどんなデッキ使ってました？モダンはバントスピリットで、レガシーは多分グランプリで使ったグリクスコントロールをそのまま、ちょっとだけ変えて出ようかなと、まあ、モダンの話になるとバントスピリットってやはり名前上がりますね。そうですね今本当に強いデッキ、
昨日の配信マッチでもお届けしましたね、市川大輝選手が使っていたんですが、ですね、はい、対応力というところも本当に素晴らしい出来だなと。そうですね、もう器用ですし、うん、それでいて対戦相手がプレーが難しいと、うん、市川さんも多分それで結構好きなんじゃないかなと思うんですけど、相手がプレーが難しいデッキみたいな、うん、やっぱもう潜在的に強いですよね、そういうデッキは、うん、ソーサリーが多いデッキとインスタントが多いデッキの違いそのものみたいなところですけど、うん、さあそんな中マスカドケンタス選手がマリガンが止まりません。またちょっとやっぱりマッチアップ的な相性もあって厳しくいかなきゃいけない、うん、もう相手のデッキが分かってる2本目なんで、そもそもねサイドボードをしっかり効かせないと相手の動き妨害しづらいっていうところもありますね。まあ、なので最低限のラインとしては、まあ、手札破壊が1ターン目に打てるか、それかまあダメージが早い手札が来るか、さあ合致する手札を5枚で手に入れられるかどうか。いやそれにしても今回ね190名参加ということで、はい、本当に東西から強豪も来てましたし、そうですね、あのファイナルズと連チャンだったので、それに両方参加してくださる方もたくさんいて、なんかいい3連休になりましたね。そうですね、土日月と参加全部してる方は結構大変じゃないかと心配になっちゃうんですけど、まあ、まずねフォーマットが多岐にわたってるというところもありますし、スタンモダンレガシーですからね、うん、もう構築揃い踏みというようなね形にもなってますが、ただそんな中でねやっぱり実力を発揮するプレイヤーもいるというところもありますし、大会絞ってね出てきてる方もそうですね、いるというところもあります。さあトリプルマリガン試練ですね、これはこの4枚うまくいくか。ここはもうノータイム、土地なしエンド。まあしょうがないですね、手札にクロックあるんでもう戦術で引き込むしかないんですが、最初はボトムに、そしてこのままエンド。さあトロンの悪夢、対策が打てずにそのまま飲み込まれてしまうのかという展開です。そして最速3ターン目の7マナ確定となりました。うーん、ここでこれにはもうどうしようもないと、配信待ち、まあ、しょうがないですね、これは。いや本当にちょっとやっぱ相性差があるんで、マリガンも積極的にしないと、もう全然ピリッとしないような7枚をキープしてそのまま負けてしまうと悔いが残るんで、攻めのマリガンした方が、まあ、やるべきことをやったっていうところをね考えて次に進みたいというところですね。